孔一美は中国の作家、路人によって1919 19年に雑誌新青年に発表された短編小説。後に路人の最初の作品集である特刊に収録された。日本におけるタイトル及び主人公の呼び名は、古い時代の翻訳では日本音の孔一期が用いられたが、21世紀には中国語読みに近い孔一位が用いられるケースが出ている。 こういつみは54運動前、狂人日記に次いで書かれた、露人二編目の白話小説である。主人公の穴をつ己は秀才に受からなかった文人として描かれている。その知識は、会という字の何種類かある書き方のような時代遅れな知識で尊厳はなく酒屋の人々に嘲笑されている。発表当時、中国では、科挙制度の影響で古典だけは読めるが、 実際の生活上の技術を持たない読書人が社会問題になっていた。当作は穴をつおのれをこのような笑い草にされながらも哀れな仮想の人間像として描き、人と人の間の無関心を暴き出している。当作は長らく中国本土の高級中学と初級中学の五分の教科書に採用されている。1993年度から2003年度には、 香港中学開校の中国語の教材にも収録されていた。小説の中で、穴オつ己は書物を説盗する人物として描かれていることから、現在でも中国では、高一美は書店や図書館で本を説盗する人物の代名詞として用いられる。ありがとうございます。